イギリスの国会議事堂1945年、イギリス総選挙は、イギリス議会の議員を選出するため、1945年7月に行われたイギリスにおける総選挙である。この選挙は1900年選挙、1918年選挙と並ぶカーアキ選挙である。これら2つの選挙と比較した場合、戦時中の指導者を有した政党が敗北したという点で、 他のカーキ選挙と一線を隠す。選挙の結果、新たな首相となったクレメント・アトリー当時の首相、ウィンストン・チャーチル第二次世界大戦後、初めて行われた総選挙で、1935年に前回総選挙が行われて以来、10年ぶりの総選挙となった。戦争勝利に導いたチャーチル首相への支持率が高く、保守党優位が伝えられていたが、 福祉の充実を訴えた労働党が予想に反して勝利を収める結果となり、初めて労働党が庶民委員において単独過半数の議席を獲得することになった。同時に労働党党首、クレメント・アトリーは初めて労働党単独内閣を組閣することになった。有効投票数24073,025票。ありがとうございます。